こんなはずでは。皆さんごきげんよう、宮野めさのです。果たして YouTube の収入はいくらだったのか、うんぬんかんぬみたいな、なかなか結論にたどり着かない動画はありとございますけれども、もう皆さんね、画面見てくれれば書いてありますんでね、よろしくお願いいたします。はい、この520万というね、数字がこのチャンネルの1年間の広告収入となっております。うん、まあ高いか安いかはね、わかりもはん論、うん、わかんないです。ただ正直に言えばね、私、現在ね17歳なんですけれどね、何度目かは忘れましたけれども、最初にやった職業というのはね、事務というかね、助手というかね、そんな感じの仕事をしていましたけれども、大体年収210万円くらいだったんで、でそこからデザイナーでね、まあ、あの契約社員っていうかね、そんな感じになって、その時は年収250万円だったんで、まあ、その後もなんかいろいろあるんですけども、まあ、それに比べたらですね、この YouTube の広告収入だけで、まあ、500万超えてるっていうのはね、もうこれね、完全に皆さんのおかげですね。御礼申し上げます。ありがとうございます。これ皆さんが見ていただけなければね、この数値っていうのはね、たどり着かない数値でございますのでね、はい。そんな感じでです。我がチャンネル大変ありがたいことにね、こうね、数字的にはね、右肩上がりで伸びてる部分もあるんですけれども、あるんですけどね。例えばですね、以前投稿したこの戦艦12隻の動画なんですけど、なんとね、400万再生を達成しております。さらにね、従順が100万再生でね、そして先月くらいに出したクーバの動画も、早くもね、100万再生を超えておりましてね、先週出した動画はまだあんま伸びてないんですけども、今後ね、伸びてくれれば嬉しいです。はい。私のチャンネルの特徴は、まあ、割と短期間にね、伸びるというよりはね、じわじわ伸びてくれるようなね、まあそういう歴史的な資料の一つとしての動画として成果をね、まあ、出したいと思っておりますので、これはですね、まあ一応思惑通りにはね、進んでいるんじゃないかなと思います。しかしですね、こういった動画にはね、問題がありまして、ものすごくね、作るのに時間がかかるんですよね。私のチャンネルは以前はね、一石作ったらこう CG を見せて、で、解説動画を作ってとかね、そういった手順を踏んでいたんですけれども、大型化以外は再生数が伸びませんので、まあちょっとね、やり方を変えてね、まあこうまとめて出すというやり方に切り替えたんですけれども、このやり方だとですね、とにかくね、動画が出せないんですよね。ね、YouTuber ならば週にね、2本とか3本とかね、それから出したいところではありますけれども、現状は月に3くらいの更新となっていましてね、動画自体は伸びているんですけれども、動画を投稿する本数っていうのは激減している状態ですので、あとですね、再生数も2000万くらいは一応あるんですよね。年間2000万くらいの再生数の割にはね、広告収入どうなのかなっていうね、感じもいたしますので、はい。ただね、これはある意味で嬉しいことでもありましてね。私のチャンネルは非常に多国籍で、視聴者の 30% くらいがね、海外からの視聴者なんですけれども、日本ってトップクラスにやっぱ広告収入の単価高いんですよね。それに比べて、外国からの、その広告収入って結構限定的なので、額としてはね。はい。なのでまあ、再生数の割には、広告収入が結構低めに出ちゃってる傾向はあるのかなと思いますね。特にこのドリル戦火の動画はね、こうバングラディッシュからの視聴者が、16.9% で、日本人の視聴者よりも多いんですよね。なので、私のチャンネルはね、こうベンガル語でも視聴できるようになってるんですけれども、これっきり全然バングラディッシュから見られてないんで、バングラディッシュ人見ろ。見てください。バングラディッシュの方ね。はい。お願いいたします。字幕つけた成果がね、より出てくれればいいですよね。そう考えると、ね、まあ、この520万っていうのは売り上げですので、思ったほど夢ないよな。うん。違う。犬じゃないな、これ。犬どこ行ったんですか？配信をするというのもあると思うんですけれども、CG 制作中の配信となると、画面にね、図面とか資料を大量に映すことになりますので、著作権の引用の範囲内だとしても、大量のアンチからね、通報を受けるとね、動画が消される可能性がありますので、これもなんかね、いろいろ考えて難しいという結論に達してしまっております。なので私、まあ VTuber ね、VTuber 準備5年目くらいなんですけれども、そろそろデビューしたいけどね、はい。なので私の場合は、その広告収入プラス、まあスパチャとか、あとはもっと大きいのこう企業案件ですよね。企業案件の収入と、あとなんか観戦のライセンス収入とかね、まあブースの収入とか一応あるんですけれども、やっぱりもう一個ね、大きなね、こう収益の核がね、欲しいっちゃ欲しいんですよね。なぜならもうね、3D プリンターの作品の置くスペースとかをね、どっかでね、借りたいんですよね。もしくはね、もっとスペースが大きいところにね、引っ越ししたいというね、願望もかなりあります。だってね、50万トン戦艦で埋め尽くされてるからね、結構のスペースがね。もう少しね、
VTuber、YouTuber として高みにね、行かせてくださいというところで、グッズ収益。はい、こちら、宮豆さん帝国饅頭店オープンいたしました。期間限定となっております。今回はですね、株式会社アプローズ様にお声掛けいただきまして、実現したグッズたちとなっております。まずこちら、メサコですね、お饅頭たちのぬいぐるみがついに実現いたしました。これ見てください、この可愛さね。この顔の張り見てください、皆さん。この、ものすごく張ってます。やば。こちらのですね、お饅頭はいつものイラストを担当していただいている、真田さんにデザインしていただいたぬいぐるみになっております。制作はかなり長期間に及びまして、まあ、アプローズさんにぬいぐるみ工場との、やり取りをね、仲介していただきまして、4回以上の修正を行っていただきながら、このね、お饅頭感のあるデザインにたどり着くことができました。最初はね、鳴らせる機能もね、ありませんでしたけれども、付属するですね、泣き笛をね、この髪の毛の隙間とかにね、入れることによって、ブーじゃねえよが再現可能です。価格もアンケートを取りまして、5000円だったらね、買うよという方が多かったので、かなりね、原価に寄せた結果、250匹売らないと赤字になってしまう計算になっておりますのでね、いいんです。もう、この可愛さをね、皆様にお届けできるならばね、もういいと思いますんでね、はい。こちらのですね、ぬいまんじゅう、300匹の限定生産になっております。まあ、そんな感じで、販促動画をですね、販売当日にショート動画ですね、上げたんですけれども、なんとね、大爆死で7000再生しかね、いかなかったというね、感じで、まあ、ショップの認知度がね、全然上がってないというふうにちょっと思いたいっていうかね、まだ認知度が上がっておりませんのでね、まだね、在庫に余裕があります。今のところとしては、もし売れ残ったら、私の家にね、届く予定なので、このままですと、大量のお饅頭がね、私の部屋に搬入されるということにね、なってしまいますので、もしね、ちょっとね、このね、動画とかね、画像とか見ていただいて、ぜひね、お迎えしたいという方はね、こちら、お饅頭めちゃめちゃ可愛く仕上がっておりますんで、よろしくお願いいたします。はい。すごいね、再現度高いですし、ちょうどですね、皆さんの手元に届く時期が11月くらいになるんですけれども、お歳暮におすすめです。部長、この饅頭どうぞ、みたいなね。ちょっと三越で買ってきましたみたいな、そういう感じで、このお饅頭をね、ちょっと買っていただけても全然 OK だと思います。うん。ちょっとね、もうちょっとね、売れてくれないとね、1名様に100匹プレゼントとかになっちゃいますので、ちょっとそれだけはね、私も避けたいんでね。ね、1名様100匹はちょっとね、さすがにあれですのでね、うん。お願いいたします。はい。もちろんですね、お饅頭だけでなくて、他の商品もね、いろいろ取り揃えておりましてね、こちらの T シャツですね。キャラクターイラストもね、真田さんに描いていただきまして、このね、軍艦のイラストをね、私が何度、自分でね、私が作りました CG のモデルをベースにして、イラストをね、描きましたので、はい、ちょっとね、画像を載せておきますけど、こんな感じのね、ちょっと、可愛さとかっこよさをね、掛け合わせたね、割とこう、着やすい感じになっているかと思いますので、渋可愛い感じになってると思いますので、ぜひ皆さんね、着ていただければ嬉しく思います。そしてこちら、あとマウスパッドですね。ぶっちゃけマウスパッドがね、一番売れてないんですけれども、まああれかな、もしかしたら皆さん、っていうかもう、世間的にね、あんまりマウスパッドで使わないのかなっていう気がしましたけど、これもし私がね、もうマウスパッド作りたいっていうね、要望を叶えていただいたね、商品ですので、はい。まだなんか5、6個しか売れてなかったような気もしますけども、よろしければね、このマウスパッドおすすめになっています。すごくね、質感がいいので、で、発色もね、すごくいいので、こちらマウスパッドね、使ってるって方はですね、お手元に置いていただけますととても嬉しく思います。はい。そしてこちらですね、ドキンガメガネ拭きですね。で、私ね、結構ね、マジでね、これよく見るとね、メガネがね、すごいレンズが厚いんですよね。このレンズが厚い表現がね、されてるんですけれども、確か度数、これ度数マイナス13とかね、そんな感じですよ、本当に。それをですね、まあ、込めたのがこちらの、瓶底ドキンガンメガネ拭きということでね。これを見たね、視聴者の反応でね、なんか、デパートの売れ残りみたいとかね、書いてあったんですけども、そんなことないからね。超新品だからね、そこはね、声を大にして言いたいですね。ね、受けると思うんですけどね。もっと売れると思います。結構売れると思います、これはね。で、あとね、影の一押し。うん。これはね、今回自信作なんですけどもね、これはね、私が完全にデザインいたしましたけれども、湯飲みをね、作りました。はい、大戦艦湯飲みですね。こちらも私が描きました軍艦のイラストになっておりますけれどね、こちらのね、湯飲み、お饅頭の次に売れております。大軍艦湯飲み。
ぜひよろしくお願いいたします。はい、あとはね、デカールもこれ一枚一枚ね剥がれるタイプですので、なかなかねこう一枚一枚ね剥がれるタイプをね作ってくれるところがなかったんですけれども、今回ねアプローズ様からね本当ね全部ね要望を叶えてねいただけて本当に嬉しいなとね思いますけれども、ね、こういった商品ねお気に召していただけましたね、あのセット商品も用意しておりますんで、こちらのね大帝国セット、意外とありがたいことにね、意外と売れております。はい、意外とって言って失礼かな。この場を借りましてありがとうございました。ちょっとね、いかんせんね、反則用のショート動画がね、全く伸びておりませんでして、1週間以上にわたってね、ちょっと販売の戦略ミスをし続けた感じがいたしましたので、はい。このような形でですね、今回、商品を紹介させていただきました。それでも、サイトのアクセス数の割には、買ってくれる方がね、本当に多くて嬉しいです。おまんじゅうたちのぬいぐるみも、なんだかんだでですね、100匹以上は売れておりますので、はい。ただですね、ちょっとアクセス数がね、いかんせん、あまり伸び悩んでおりますので、普段動画見ている方はね、また広告かよとかね、思うかもしれませんしね。あるいはね、お前、そんなね、グッズよりもね、3Dプリンターの造形物売れよとかね、思ってる人も確実にいるとは思うんですけれども、まあ、このバックライはですね、多めに見ていただきまして、もしね、お気に召した商品がございましたらね、購入もご検討いただけますととても嬉しく思います。はい、そんな感じで、今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイバーイ。I have decided to share official goods on my channel. My first choice is a manju, Japanese manju. Currently in Japan, there is a boom of character with on their head. This product is very Japanese product. Japanese woman is particular and showing showing of the boom in walking around with stupid bravery. If you walk around with it on, you too will be quite popular and highly recommended. Please do so. The best in the manju pantsed. Pantsed on this time.安心だ、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 安心だ。